はい、皆さん、いつもお世話になってます。池間哲郎でございます。今日は台湾のお話をさせていただきます。前回アップしたあのパラオと同じように、実は台湾の方々も日本をものすごく大事にしてくださるんです。ほとんどの日本人が台湾と日本の関係、あるいはパラオと日本の関わり、 これがわからないんですもちろん観光では言ってます特に台湾に関してはもういっぱい日本人たちがやってきます食べ物は美味しいし文化も違うから本当に一番身近な外国としてどんどん日本人たちもやってきてるんですけども日本との関わりがわからないんです台湾についてもわかりませんよ一時期日本の一部だったことさえももうわからなくなっちゃってるんです 特に日本の若者たちが、やはりこれはおかしいです。台湾と日本の関わりはものすごいですよ。1895年から1945年の約50年間、台湾は日本の一部だったんです。そして、日本人として共に暮らしてきたんです。これをよくわからないとダメだと思う。 でもなぜか知らんけど教育の中でも全く教えてくれませんよねパラオのことも台湾との関わりのこともこれ不思議だと思いませんやっぱり変ですよなんとなくイメージで日本が統治したからパラオの人々をいじめた台湾に圧政によって人々を苦しめたそんなイメージがついちゃってるこれは全く違ってます間違いです 懸命に日本国は台湾のこともパラワのこと、特にインフラ整備に関しては絶対的に力を入れてやってきたんです。もう教育もとことんやってきたんです。ここを分かった方がいいかもしれません。だから愛してるんです。感謝してるんです。日本に対して。私は特に原住民の皆さん、先輩方、 200名余り取材をしてきたんですまずは「原住民」という言葉の定義ですけども実は昔からおられる台湾の方々日本時代は「高砂族」と言って呼んでたんで阿弥族パイワン族いろんな族集団がいらっしゃったんですねその方々まとめて「高砂族」と言ってたんです。 原住民という言葉は差別用語ではありません。実は台湾においては先住民族という言葉は滅び去ってもういない。そういう意味があるんです。だからそんなことは言うなよということなの。現地の方々が私たちのことを原住民と呼んでください。だから今原住民という言葉を使っている。 現住民の皆さんいっぱいやってきたじいちゃんばあちゃんまあとにかく日本愛してくださいますね日本のために戦った方もいっぱいいらっしゃるんですよこれわからないとちょっとおかしいですよ日本のために戦って多くの方々が亡くなっているんですそれに対しては私たち日本人はよく考えないといけない先の大戦日本では大東亜戦争あるいは世界的には第二次世界大戦 アメリカが言言うのは太平洋戦争と言いますね日本国は大東亜戦争と閣議決定で名前を付けたんですその戦争の時に多くの台湾の方々が協力してくれたんですだから私たちと同胞なんですそして台湾のことを日本人たちが意識するようになったのはあの東日本大震災大きいんじゃないですか 人口2,600万余りのこの国がなんと募金額200億円超えたんです200億円ですものすごい募金だと思いません一人一人が日本を思って日本を案じて募金を投じてくれてそしてそれを届けてくれたんですこれは実にありがたかったどれだけ台湾が日本を愛しているかもよくわかったんです だからこそ私たちは台湾のことを知らないといけないで今日はですねまあ入り口といったらおかしいけども高浅豪族の方々私が出会った人々もう別に時間を約束して会いに行ったんじゃないパーッと道すがらあそこにおじいちゃんおばあちゃんがいらっしゃるパッと止めてそしていろんな話を聞いてまあ今日はおばあちゃんだけですけどねその模様を見て。 はい、じゃあこれ、台北ですけども、まあ、見事な街になりましたね。私は30年ほど前から台湾行ったり来たりしてるんですけども、いや、実にもう以前に比べたら本当に綺麗な街並みになりましたよ。ゴミ一つどこにも落ちてませんよ。で、民度が高まったことよくわかるんですよ。特に都会は、まあ、綺麗にしてるところよくある。ところがですね、田舎の道、 田舎の小さな村の道。そこも見えんな掃除されてゴミが一つもないで。これが全然変わりましたね。見てください、これ。台湾の方々も宗教史に熱いんです。もう若い人と一生懸命線香をあげて手をあげたりしてるんですね。そしてこれが、家電。タロコ渓谷、有名ですね。ここはもうものすごいところ。いやいや、この自然美ももう圧倒されてしまうぐらい。迫力満点のところ。皆さん、タロコ渓谷。 必ず言ってくださいねすごいとこですから高砂豪族の皆さん原住民の方々がいっぱいいたカレンのこの辺りですけども実は日本人たちも1911年頃からやってきてですね非常に大変な地域だったもんですからもう日本人たちが入ってきて開拓した村とかのがいっぱいあったんですで私たちはかつての豊田村というところに入ってみたんですけどもこれ日本人たちが作ったんですよ。 もう立派な村でしてねそしてしっかりとこの記念館みたいのが残ってるんですよ。でそこに写真があったけどもこの日本人のこの姿を見るとそういえば昔そうだったなみたいな感じ私が小さい頃のこの情景がそこにあるんですよ。これが壁レ蓮寺です。お寺なんと 三道があるんです。台湾で唯一三道のあるお寺としても有名です。で、日本時代のものがいっぱい残ってましてね、確かにここは日本だったんだなという感覚もあります。で、今はもう同居のお寺として、えー、人々の憩いの場所にもなっております。そこにこれがあるんです。痩せた狛犬です。有名です、これ。どういう意味かというと、 日本人たちはここを開拓するためにものすごい苦労したそうです時にはもう飢え死にするほどもう食べ物も何もなくて大変だったんですこれを忘れてはいけないということを言ってるんですどんなに豊かになってもこの時代のことを絶対忘れたいかどれほどみんなが懸命にやったかこれを後世に伝えたいだからこそこのような痩せた狛犬をこうして置いたそうですいやー深い歴史がある 意味があるとということですよもうしみじみとこの狛犬を見つめてたんですでお寺はかなり立派で今も非常に整備されてると思ったらいいですもう仏様がザーッとなって真ん中にドーンと座ってるその向こうに不思議なものがあるんですよ実はこのお寺を改修工事した時にもう地面から出てきたんですよ埋もれてたそうです それが出てきて、それでああいうふうに飾っている。いや、日本人たちが今でも来るそうですね、その豊田村に移住して、開拓で頑張った方々の子孫たちが、やはりここにやってくると。で、道すがらですけども、この,この大きな片栗、これをまあ弁当箱に入れて、こう詰めてね、こう食べる。

私の子たはい桃太郎さん歌ってるんですけどもちょっと間違いもあったけどももう昔の日本を思い出したそうです日本時代をで急にあんたたちが来たから日本語使ったけどもなんとか思い出すもんだねって自分でびっくりしてるそして歌も歌っただからもう懐かしくてたまらんよあんたたちまたこの辺通ったら必ず寄るんだよって言ってくれたんです 日本が大好きなの分かりますよねまた来てねって言ってくれたんです皆さんにまたお願いしたいことがあるあの豊田村カレンにありますけどもそこの近くにこのおばあちゃんたちはカタツムリを販売してるんで結構美味しいですよですから皆さんもこの辺り寄った時にはこのお店を訪ねてそしてカタツムリを食べながらおばあちゃんと話をしてみてくださいお願いいたします さああじゃままた別の村に向かい阿弥族の村なんですけどもそこでもやっぱりいろいろ調査しててで、えー、女性おばあちゃんたちが集まってる小さな雑貨店があったそこに入ってみてそしていろんなことをお話しさせてもらったんですやっぱり日本語久しぶりに使うもんですからもうたどたどしくはなってるやっぱり思い出してくるみたいですね小学校時代に行ったとか言ってそんな話がいっぱいですよ。 そしたら歌が始まったら歌童謡集というか童謡でガンガン歌い始めたんです止まらなかくなっちゃうずーっと歌ってるんで「あつくし日本の旗は朝日に

私たちはこういうことを知らないといけないと思うんです大事なお兄ちゃんを失ったんですそれでも日本を愛してくださるその台湾のことをみんなが知るべきだと思うんです